ね、海外移住されたい方から あのご質問でどうやって稼げばいいんでしょうかってご質問いただいてますね、まあ、記事を書いてもらうと自分で書かないというスタンスですね、この方も、外注で依頼して書いてほしいと、まあ、記事の執筆なしでやりたいということなんですけども、まあ、アフィリエイト記事っていうとやっぱりちょっと発注単価上がりますよね、マーケティングのテクニックが入ってくるので、なので、まあ、それ以外のですね、まあアドセンスとかですね、広告バナー広告で単にアクセスを集めて稼ぐっていう意味では外注が向いてるかなと思うんですけど、サイトアフィリの場合はですね、やっぱりASP アフィリ、要は、何かの商材を制約してもらって初めて入る、まあ、Google のアドセンスみたいに課金クリックされたら課金されるものではなくて、売れて初めてってことなので、マーケティングテクニック入ってくるので、まあ、簡単な流れっていうのはあるんですよね。もう結論から書いていくとかですね、まあ、そういうのはコンサルの方でもお伝えしていってます。メルマガアフィリエイトで稼ぎたいっていう